た田,田哲也は、日本の自動車技術者。NPO 法人日本ソープボックスダービー協会の理事長。元トヨタ自動車スポーツ車両統括部長。画像レーシングカンパニーグレーン開発統括部。チーフエンジニア。愛媛県新浜市出身。愛知県立一宮高等学校。名古屋大学卒業。コンピューターシステムのベンチャー企業を立ち上げた後、1987年に、 トヨタ自動車に入社。ABS の開発に携わった後、1993年にはドイツで WRC のシ,ャシー制御システム開発を担当した。1998年に製品企画本部へ移動。初代 BB、二代メラウム、初代パッソ、初代ラクティスト多数の車種開発を担当。2007年にスポーツ企画統括へ移動し、 スポーツモデル全般の企画統括を務めた。2010年スポーツ車両統括部、ZR チーフエンジニアに就任。2011年製品企画本部、ZR チーフエンジニア就任。翌2012年には、富士中工業と共同開発したスポーツカー86を登場させた。2014年スポーツ車両統括部長を兼務。 トヨタ全体のスポーツモデル統括を担当。86BRZ での他社との共同開発の実績を変われ、BMW と共同開発の2019年発売のグレーンスープラの開発でも責任者を務めた。2021年1月1日付でトヨタ自動車を退職し、翌1月2日に NPO 法人日本ソープボックスダービー協会の理事長へ就任した。 ありがとうございます。